アスミリリセと行く防潮寺巡り、山口県岩国市。宇野千代は明治30年生まれの岩国出身の女流作家で編集者、実業家という一面も持ち、多彩な人生を送られた人でした。代表作には小説を版、生きていく私などがあります。また数々のロマンスに彩られた恋多き女性でもありました。今回晩秋の一日、岩国市川西にある往年の女流作家宇野千代先生の生家と庭園を見学に訪れた。今回は2回、紅葉の始めの時期と、あと最盛期にフリモメンさんも誘って訪れていますので、後半は紅葉の最盛期の映像になります。ここには宇野先生の丹精を込めた苔と楓の美しいお庭が残されています。紅葉が始まっていますね。あいにく曇り空なんだけど、それでもとてもいい感じです。まだ緑と紅葉が混在しているんだけど、これもなかなか変化があり美しいですね。特に下の苔の緑が目に染みます。これはつくばいですね。あれ、わあ、かわいいカニさんがいます。これは置物なんですね。後でお聞きしたら、以前見学の方が置いていかれたらしいです。これは文学碑ですね。この木は宇野先生が大事にされていた薄墨桜ですね。春には可憐な花を咲かせるんでしょうね。また見に来たいな。
ランド、フリモメント行く、傍聴寺巡り、宇野千代先生生家の庭園と最盛期の紅葉、ここです。宇野千代先生のお家。ほう、この建物は明治時代のものだろうね。文化庁の登録有形文化財に指定されてるんだな。とても味のある建物だね。前回来た時よりもみじの色がすっごくいいですね。緑の苔の上に落ちたもみじも絵になりますね。僕は今回初めて来たんだけど、このお庭は素晴らしいね。厚い苔の感じ、紅葉の色、石仏も祀ってあったり、雰囲気があってとてもいいよ。見てください、ここ、すっごく綺麗。これは文学碑ですね。こうした園内の石仏や仏塔などもすべてちゃんと入魂しているそうですね。紅葉の庭園の中に佇むこの大きな仏塔は本当に美しいですね。
誘ってもらってありがとう。よかったよ。また新緑の頃なんかに訪れてみたいね。じゃあまたね。